おめでとうございます。どうもです。おめでとうございます。こんばんは。辻練りでございます。ちょっとね、あんたね、はいはい、あのご飯の時や、うん、ずっとスマホ色てるやんか。あれこう触ってゴニョ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 何してるか知らんけどな、うん、あれやめや。あ、よくない。マナーとしてよくないやろ、あんなご飯の時。急いで返さなきゃいけない要件とかもあるしね。私らがそんな急がなんか要件ないよな。何を勝手にバババババしてんのか。あんな、はい、最悪私の前ではいいわ、あの他の人の前でやめ、はいはい、あんなもう恥ずかしいって。わかりました。じゃあその生返事やめて。わかりました。ほんまにやりませんって、はい、今ちゃんと聞かれて私不安やねん。言いなさい今、はい、やりませんって。今度から人とご飯食べるときは、うんうん、まずお前を呼び出してから携帯をいじります。あ、なんでそういうことになった今。ちょうよ。私の前ではいいよって今言ってたから、うん、お前を呼んで携帯いじっていい状況を作ってから飯を食べます。あんたはそういう小賢しい皮肉をずっと調べてんねや。あー達者達者。言われたことは守ってますよ。わしゃあんたのポケット Wi-Fi や。あんたが使うとき電波持ってたよろしいの。そう。ああそうですか。いつ呼んでも来られるようにずっとスマホを見ておく。なんで私も見なかったのか。あのな、そもそもな、私の前ではやっていいけどってさっき言ったやつは、私の前でもやってほしないって、そう言わな、わからんの。そんな免許の筆記試験みたいな言い回しやめてください。あ、偉そうまへんな。ほしたらあんたの免許の筆記試験は、この設問は丸ですけど、丸か×どっちでしょうなって聞くわ。よくわかんねえけど、その方がええな。そもそも、なんで携帯いじっちゃいけないかもよくわかんないしね。そんなもんな、食べてる人、相手の気持ちになってみんや、あんたがずっと触ってたら、いつ喋ってもええんかもわからんし、喋るときは人の目見て喋んのよ。そんなに目合わせたいなら、そうや。スマホいじってる俺の視界にお前が入ってくる。おぉ、なるほどね。細田くん、ちょっとよろしい。ご飯中の携帯中、ごめんねって、やったらええやん。いいよ。ああ、そう。ああ、これで解決だ。ご飯さんの気持ちとか分からん。何ご飯さん。ご飯さん、美味しいもんが、美味しいタイミングで出てきてんのよ。人参さんが言うてる。細田くん、今食べてほしいし、今食べたらもっと美味しいしって言うてるな。豚肉さんも言うてる。今食べたら美味しい分、もっと見てほしい分って言うてるわ。そんな野菜版トイストーリーみたいな考え方。あ、聞いてに聞こえてくるわ。食材の声が聞こうとしてないね、あんたは。俺飯を見るべきなのか、お前の目見るべきなのか、どっちなんですか。携帯だけ見んかったらええねん、ずっと言うてる、はい、なんでそれが分からへんの。美味しいか。そもそもこんなさ、携帯見ながら食べるご飯何の味もせえへんけどな。携帯触るぐらいでまずくなる飯、所詮その程度の飯だからな。ほしたら泥食うとけ、ずっと泥や。泥食います。外食するときはもう一覧一択、はい、誰とも喋りません、はい、目も合わせません、チャラリーララ、はい、替え泥ですので、喋ったら食べとけや、アホが。もうええわ、お前みたいな。あ、じゃあ俺からも言わせてもらっていい。何や。そうやって人に余計なおせっかいをガヤ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 言うの、まあ俺にはいいけど他の人にはやめた方がいいと思う。そうなんや。くっそうざいから。私は良かれと思って言ってたんや。ちょっとやめた方がいいか。あ、そしたら、はい、誰かにおせっかいかけるときは あんたを毎回呼ぶようにするわ。あんたの前やったら言うてんわけやもんな。うん、言おうわ。じゃあ、はい、スマホ見といてな。あんま答えれないかも。なんで。なんかうるせえババアにあんまスマホ触んない。うわちゃんと言ったこと守れんねや。誰にそんな教えてもうたんやろ。っていうか、俺の前ではいいけどっていう言い回し、俺の前でもやめてほしいって気づかねえか。あー、そんなんできるようになったんや。その人の言うことをきっちり守りや。ほらねえ、どうもお気に入りでした。